軍隊で熊と戦う方法を学んできたもん。本当？そう。すごい。来たぞ。なんか今からトレッキング始めます。始めます。宿がどこか分かんなくてさ、うん、ホテル3個ってところなんだけど、うん、宿のところに近い入り口に入ったらさ、キッチンとか見えて、うん、人がこう、ね、ソファに寝てたの、うん、すいませんで、はいみたいな、うん、今日は宿泊予定なんですけどとか言ったら、あー、うん、みたいな感じで、ここは3個さんですかって、いやーここ隣だよみたいな普通に人様の家に入っちゃったなのにさ、人様の家に普通に堂々と入ったのにさ、すいませんとか言ってもなんか全然堂々としてさ、うん、あー、ね、隣だよみたいなよくされんのかな、ね、鍵も開いててさ、ガラガラガラみたいな、そして何にも動じないっていうめっちゃ穏やかな人なの。ちょっと人が良すぎてびっくりした。感じなのか、車があるからそういう北のところの飲食店、うん、で食べる感じか。駒、うん、が出てきたら俺を捨ててまず逃げてね。で、どうすんの？俺は時間稼ぐ、はるかのためにでもおっぱい一撃で負けちゃうよ。刺激で分けるの？いや、俺が勝てるかもしれない。軍隊で駒と戦う方法を学んできたもん。本当？そう。嘘、どうやってやるの？あ？どうやるの？駒の首を殴ればいい。首？でもおっぱいより全然高い。首に届かないじゃん。届く届く。ジャンプしてバンって。こうやってくるんだもん。そう、そう吸ってる時に首をパンってするとき。そんなわけないでしょ。そんなわけないよ。違うの？うん。なんじゃい。お、ここ変な植物が出てきてる。変な植物が育ってますね、ここ。これはちょっと分析する必要がありますね。海がエメラルドです。はるかも綺麗だよ。どういうこと？クマがいたから。変な植物が見つかったね。ね。食われるかもよ。食われるかもよ。これだ。貸し切り大自然です。カラスが展望台から降りてきた。カラスがいる。このままカラスがこっち来ちゃう。カラスと戦って、さっきクマと戦う方法を学んだでしょ。違うよ、クマとカラスは。あ、いた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 。よかったね。よかった。ああ、カラスと喧嘩しようと思ったのに。何よ、おっぱ全然言ってくれなかったじゃん。すごい来たぞ。北欧のフィヨルドみたいな感じですね。え、北欧人ですか？オスタロットか？ハルカ？ルタクトラクスタテか？みたいな感じ。
足がピタピタ、これ大丈夫かな、明日明日もっと大変なのに、うん、また出てましたあ、 ありがとうございます。今日の夕飯はフクマサです。今日珍しく酒じゃん。そう、なんかそういう気分だった。疲れたからかな。簡単だ。ポッケバッテラーと、バッテラーと寿司のこの盛り合わせあと、このテッピ、あ、テッピは新品ですよ、うん、あんまり食べれるところ全部で2軒しかないかな。食べて、私はいただきます。食べたことある？ないよ。ある？あ、ない、ない、ない。でも肉だね。結構食感が変わる。どんな味？あと行くわ。なんだ？ね、行かず。結構弾力はある。うん、どうなのかな？ホタテナブル。これ美味しいんだ。これ美味しいんだ。こんな悩んでたんだね。結果、酸っぱい。でも、最初の一口だから、アプリのプリン。その後、おせちの甘みの食感。その食感は食感が出てくれる。大根みたいなのあるんだよね。大根じゃない、あれだよね。トロロ昆布、生姜だ。生姜かな。なんかあるじゃん。今ね、ホッケは一番脂乗って美味しい時なんだ。それの頭だから脂乗ってるじゃん。美味しいと思うよ。外に着きました。そうだね。本当に曇りで何も見えない。一個前のバス停は普通晴れてたのに、そうだよ、ちょっと来ただけでこんな霧でちょっとびっくりして。どうですか、トラッキングの気持ちは？まだテンション上がりません。トレッキングゾーンに入りました。でも何も見えないっていう。綺麗な花たちですね。
っちゃ綺麗、本当に綺麗。だって見てよ、やばいよ。ちょっとこれは本当に綺麗だ。こんな綺麗なのに今誰もいないなんてもったいない。ここに民宿あるよ。ああ、その民宿だ。見える見える。でもちょっと遠いな。このデパート何があるのか。いや、地図に百貨店って書いてたからどこなのかなと思ったらこんな感じでした。まさかの。それに閉まってるっていう。いや、電気が消されてるもん。休日に閉まると平日のみ百貨店。まあ、でもいろんなもの売ってそうだね。島で一番ここが大きい商店かも。ここに売ればいいかもね。うん、ここ高いからさ、うん、うちら下ろせるよ。こういうガチャガチャマーク。売り紙？ね。これすごくすごいですよね。うん、結構多いね。虫取り合わせ。うん、虫取り合わせ。釣り道具も売ってるね。ホッケも釣れるね。あ、韓国ラーメンはあるのか。あるのか。チキンラーメンはないですね。ないね。ここまでは入ってきてない。さすがに。どうでしたか、ここの感想は。ここが島で一番大きなデパートメントです。さすがの品揃いでした。でも100種類はあったよね、絶対。100種類はある。そう。百貨店で言えるよね。そういう問題。服とかはちょっとなかったけど、生活用品は揃ってるね。